ちは、にぎあげ TV の大野です。今日はですね、ここ南町の大浜海岸に来ております。大浜海岸はですね、ウミガメが上陸することですごい有名な海岸で、先日もひばさんのウミガメ祭り、ここの南町でのお祭りがあるんですけども、そのお祭りの中でウミガメを放流するなど、もうすごくウミガメと馴染みの深い町、そして海岸になっております。それではですね、今回にぎあげ TV に新たに仲間が一人増えましたので紹介したいと思います。どうぞ。こんにちは。今日からにぎあげ TV に参加することになりました、徳永です。社会人3年目、まだまだ未熟ですが、これから四国の右下を頑張ってアピールしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみに好きな食べ物は？好きな食べ物ですか？ハンバーグです。ちなみに私はシチューが大好きですと、まあちょっと置いといて、それですね、今回はね、南町にオフィスを構える阿波江さんという会社にお伺いしたいと思います。阿波江さんはですね、2014年に、サテライトオフィス誘致を中心とした地方創生事業を行われている会社です。それでは行きましょうか。はい、行ってきます。こんにちは、南部総合県民局の大野です。同じく徳永です。こんにちは、阿波江の宮崎です。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。大野さん、実は宮崎さんは私の同じ大学で同じゼミの出身の先輩なんです。で、今までも相談に乗ってもらったりして、すごく仲良くしてもらってる人です。もう何や？それだけですか？もっといっぱい聞いてくださいよ。いや、絶対その話長くなるやん。また今度にしますはい。ところでですね、こちらの建物、結構歴史のある建物なんですよね。はい、そうなんです。こちら1909年に銭湯として開業されまして、1990年まで実は営業されていたところなんです。そうなんですね。はい、建物の中も見せていただけますか？もちろんです。どうぞ。お願いします。この建物の近くにも、はい、エビステイっていうサテライトオフィスがあるんですよね。そうなんです。古民家をリノベーションした施設になります。よかったら見てみますか？ぜひ。